俺の推しを集めようかな。いたしゃってそういうことでしょ。ああ、煽りてえな。これはビッグラブ。これはビッグラブです。やってきまーす。意外とうまそうでしょ。ありがとうございます。大会用に限定で作ってもらったからな。さて、ここから私は、デコの時間ですね。なんかデザイン案はあるの？いや、俺、デコっていうか、俺車買ったら絶対あるのが、水曜どうでしょうステッカーを貼ることなんだよね。水曜どうでしょうステッカーって今でも貼ってるやつ結構いない？車持ってると。うわすげえ、ちゃんとあるやん。ちゃんとあるじゃねえか。はい、水曜どうでしょう。これ何があんだ。これどんなん作りたいか、どんな車へなんか憧れたもの、人気タグとかあるじゃん。アニメ、すごいめたいのもあるけど、すごいね、マジで。俺の推しを集めようから。いたしゃってそういうことでしょ。俺が恋していたアニメキャラクターからどんどん乗せていくか。まずはアスナなんですよ。はいはい。うわっ、かっこいいかも、かっこいいかも。あ、いいかもしんない。あとあれ次なんだろうな、錦の巻か。俺錦の巻は前で好きだった。あのなんか演技が下手くそなのも好きだった。あん、めっちゃいるやん。なんで海ちゃんがいんのに錦の巻いねえの。錦、あー、ニコ巻きでもいいな。マジでありそうないたしゃになりそう。マジでありそうないたしゃになっちゃいそう。何のひねりもない。俺がただ欲しいいたしゃになりそうなんで大丈夫かな、これ。これにして、ここにスタン見たら奇跡だろ。意味わかんねえよ。釈迦銀 TV 関裕太とかならありそう。は？作ってくれたの？作ってく、作ってくれたの、これ。マジで？マジで？こんな感謝のことあるか？煽りはせんの？あー、煽りてえな。抜かれ、あ、すごいな、あれ！抜かれてやんな。すげえこれ。で、上になんか、何どうしようかな。なんか、うぜえアニメキャラいない？あーにゃだ、あーにゃあーにゃだ。26歳じゃないかな。菅原優也26歳がザコイみたいになるじゃねえか、これじゃ。前の車からバックミラーで見えるから、名前とかボンネットがおすすめです。ボンネットはこれだけでいいかな。ボンネットも自己紹介にぶっ放したい、ね、ちまちましたくないんだよな、あんまり俺は。それって美じゃないと思う。これなんかに使いてえな。これすげえなんかに使いてえな。ハハ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 ハ
ちょっとタレ見する歩道家のやつとか見に行ってみてえな。これ反則だろ。これこの一連反則だろ。しばくぞ、もらおうかな。ちょっとここはちょっと置いとこう。思いつかん今。ボンネット、ボンネット、俺あれだな、水着の女寝かせたいな。いや、なんかね、あの海外の映画に出てくるエロいトランプあんじゃん。獄中で使うようなトランプに書いてある、もうまさにみたいなのが欲しいんだよね。エロで出てる、いや、エロで出てこないこと信じてんだけど。調べて、デーンでできたら困るんだけど。一回エロで調べてくんね。ちょっと待ってて。おーおほほでもあれだわ。海外のセクシーってあれが多いわ。従属が多い。従属が。ほんと好きだよな。これだね。まあ微妙かな。アニメにしよっか。あれだね、これいいのがないわ。うわええ神なんだが。いやー、これはいいいたしゃが出来上がったな。で、こん中にアニメキャラいる。うわ、これかわいいなー。これめっちゃかわいいなー。これはビッグラブ、これはビッグラブです。ニューゲームはやっぱね、いい素材があるなぁ。あ、これもいいんだよね。これもいいんだよな。あー、かわいい。俺なんか知んないけど、ニューゲーム好きなんだよね。ちょっと話がおもろいとこも好き。ただの萌えアニメじゃないところも好き、俺は。うわーお、うわーお、これギアスの上いらないかもな。こうなるとめっちゃすーげえエロい目で見てる俺。いやらしい目で見すぎだろこれは。いや、これちょっとマジで可愛いね。これマジで可愛いな。俺の好きが詰まってる、この車には。この車には俺の好きが詰まってる。うわ、悪くないな、マジで。なぁ、かなり、かなりいいな。あ、でも言うてほぼ完成みたいなもんかな。ここ、マジでここ、ここ好きすぎる、俺。完成かな？完成かな？なんかマジのいたしゃ作ってる人いなさそうだ、なんか。今、だから作り上げて思ったけど。アニオッターみたいな人いたっけ？これしか思い浮かばなかったレベルなんだけど。他の人なんか、自分をギャッと押してそうだね。え、マジでよくね？ちゃんとしたいたしゃじゃん、これ。いいね。かわいいね。かわいい。まあ、何かあったら許すがよい。これは何かあったら許してほしい。まあ、いたしゃってこういうことだからね、もともとね。まず、いや、これデザイン賞もらったろ。いや、デザイン賞普通にもらったでしょ、これ。なんかさ、無駄なものがなくて美しくない？みんな結構ぐちゃっとしてそうなんだな、多分。空白を埋め落とせるでしょ、みんな。俺はそんなことしないからね。空白とは美なんだから。
これ俺優勝だろ。